PC、タブレットを使わず、ソースコードも書かなくて、プログラミングを指導する方法、研究するシリーズ。第3回目ですね。今回は、前回までと同様、じゃんけんゲームの設計図について考えていきたいと思います。前回で1番目の手順、自分のグー、チョキ、パーの入力の方法、グーなら1、チョキなら2、パーなら3、数字に置き換える。さらに4番目にそれ以外というのもプログラミング的な思考でお話したと思います。今回は設計図の2番目、じゃんけんゲームなのでコンピューターを対戦相手にして戦います。コンピューターにどうやってグー、チョキ、パーを決めさせるかのお話です。同じようにグーは1、チョキは2、パーは3、このように数字で設定します。その時にコンピューターにランダムにこの1から3までの数字を選ばせます。実際にソースコードを書き始めるときに指示では、しっかりランダムで数字を抽出しなさいという指示が書けますので、実際はいいんですけども、じゃあランダム、よくサイコロで例が例えれると思います。自分でサイコロを振った時に、2が連続して出てくる時もあれば、6がなかなか出ないとか、不規則にサイコロの目が出てくると思います。これがランダムですよね。このランダムを利用してコンピューターにグー、チョキ、パーを選ばせます。これが2番目の手順ですね。次回の動画で3番目、自分とコンピューターの手を見比べて勝ち負けの判定をする、ここを考えていきたいと思います。ぜひこのチャンネル、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。